手だ。母ちゃまの手が。いいね、めっちゃリアルな感じ。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はシニスターエンティティという最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。日本語訳もありますね。やってみて、やっていきましょう。なんか、娘、博士の娘らしいんだよね、主人公が。で、お母さんが不可解な死を迎えて、で、そっから生き返るということが起きるみたいですね。もう一度試してみます。これがお母さんなのか。で、お父さんが博士なのか、これか。ハゲチャビン博士と、色白お母さん。何か黒魔術的なことかな。ろうそくも置いてあって、なんか本も置いてあって、うさんくせえな。ガストスコルボスエンコボスネクロマンソス、何か唱えてるね。イモクベルザモクトレハンソージャシガストスコルボスエンコボスネクロマンソスイモクベルザモクトレハンソージャシ。ダメかっつって。おお母さん復活か。あら、いないじゃない。あ、お父さん、上上。おー、いいねー。え、めちゃくちゃ良さそうなホラーゲームなんですけど。ですけど。で、このお母さんと何なんだ？あ、これが娘か。私たちの一人にとって心の底から大切な人を失うことはどれほど難しいことでしょう。そして残りの人生を彼らなしで過ごすことになる。私たちが失ったのが母親だったらどうなるでしょうか。これがお母さんか。母が亡くなった2週間後に始まった物語。彼女の死因は不明だった。彼女の最近の行動は奇妙だった。彼女はいつも自分を呼ぶ声を聞いて、私たちには見えないものを見ていた。彼女がおかしくなったと思うまで。父の態度も変だった。まるでその背後にある秘密を知っているかのように。私、サルマ。私の物語です。主人公がサルマって言うんだ。あ、悲鳴が聞こえたぞ。何が起こっているんだと。お、こっからか。はいはいはい、移動と、はい、いろいろ触れるんだ。ここには何も興味がない。走ることもできる。あ、開けれるな。家で何が起こってんのか見てみようと。ここはホールの方に行けと。はい、もう走ってます。ホールはどっちだ。こっちか。こっちだ。忍び足。もう母ちゃまがいるのか。ここにくちゃくちゃいってるぞ。あ、血だ。あ、ナイフで。あれ、使用人の人かな。お、すげえ。あ、見つけたって。
ブリッジで追いかけてくんの？たまんないね。Mom, impossible. お母さん無理。ブリッジかつ首曲げ、なかなかの体勢だね。普通に立ってみればいいの。お母さんのところに来てね。おお、いいね。早い。あ、追いつかれるぞ、それじゃ。あ、気が遠くなったか。あ、手だ。母ちゃまの手が。いいね、めっちゃリアルな感じ。Oh my god! Oh my god! I have to run away! どこへ？近くのソファーに隠れることができる。敵から逃げることもできる。近くのソファー、これか。はい。あー、でも、追いかけられたな。足が見える。覗く？あ、覗かない。逃げろい。お母ちゃまがああなった理由を。お母さんですか？抜け出す方法。あ、逃げれる？お母ちゃまが、エクソシスト。お母ちゃまが、我が神よ。え？普通にワンちゃんに噛まれてる。顔テッカテカ神父。プロビカリーイン。プロビカリーイヌが外にいるなら出れないってことか。あら。そうなると、後ろにお母ちゃまじゃない？絶望。サルマ絶望。お父さん。お父さん地下じゃねえか？あの感じだと。父の研究室に行く。I have to go to my dad's research room. I'm sure I'll find him there. 研究室はどこだろうね。しゃがむだと C。静かになる。ほほほ。OK。使用人が殺されてんな。ここか？ぬくもりを見つけると気持ちいいどころじゃねえな。こっちまずいか。トイレに行く必要がない。ここは暗いな。何もねえと。なんかアイテムとかねえんだな。ここはかなり広い廊下になった。あ、ここか。帰ってきたわ。あれ、マームがいないよ。私の両親の部屋。向こうっぽいな。ここから閉まって
お母ちゃまがいねえぞ。どこ行った？図書館のドアが閉まっている。こうなると1階か。こっちだね。図書館のドア閉まってんな。どこだ？あれ？だいぶ遠回りしたんだね、俺。ぽいな。ドア閉じてる。違うんだ。入れるところが、あ、ここか。The room where my father ほとんどの時間過ごし、入ることを妨げる部屋。お守り故障。ウンムクルトゥームを聞くのが好き。破片を集めて探検を手に入れなければ新たな犠牲者になるでしょう。失われた宝箱の一部を見つけて死者の探検を入手する。本だけ。なんだこれ。ヒエログリフィックナンバーズ。I have to decipher this code. I ボタン。なるほどな。95195。195か。でも4つなんだよね。わかんねえ。自習室の鍵。どこだ、自習室って。今夜やらなければならない。妻のナディの魂を整える必要がある。私が恋愛室から彼女の遺体を持ち出したことは誰も知らない。そこの責任者と合意して彼女の代わりに別の遺体を埋葬した後、私はそうする。彼女の魂を準備して。そうすれば彼女が隠した壺がどこにあるかわかる。この行為が私の命にとってとっても大きな危険であることはわかっているが、それが問題ではない。私はどんな規制を張ってでも願いの壺を取り戻さなければならない。そして自体が手に負えなくなったら木箱にある死者の探検を使えばいい。私はいくつかの古文書を研究し、過去に使用された黒魔術の方法をいくつか研究した。そして呪文が解けた時、学んだことを適用する時が来た。それを2回繰り返し、アジフの本と古文書に書いたように正しい方法でこの死んだ人が復活して 彼と会話できるという希望がある。私はナディーンの霊を呼び出して彼女と話してどこにいるかを見つかなければならない。彼女は壺を隠した。My God! What is this, my father? What is going on here? その壺がめっちゃ大事なんだ。Did my father summon my mother's soul? Why did you... あらま。いないじゃん。自習室とは。サルマの部屋に行き、ああ。サルマの部屋にはセーブができると。先セーブしちゃうか。なるほど、細けえな。はいはいはい。トイレには行く必要がない。さあ、自習室とやらを探さないといけないね。あ、これだ。なるほどな。ちゃんと使わないといけないんだ。あれ、なんか加えてる。何のリモコン？石すクリスタル。倉庫にあるリモコンを使用して秘密の扉を開ける必要がある。Secret room in the store? 秘密のドアキー。ドアキー？
なんだストアキって。鍵は2階に保管する。2本の角の間に何かが欠けている。とりあえず、リモコンなのか。2階のストアキーっていうのがよくわからんな。どっかに鍵かかってるとこなかったっけ。あ、この先か。これだ。これだ。店っていうのは倉庫ってことか。ああ、なるほどな。閉めとこう。ほこりだらけ。古いもの。重要なものは何もない。古い家具。何もないの？埃だらけ。これさ、あ、なんか開いた。なるほどな。ここでスイッチか。イシスクリスタル手に入れたぞ。美しい結晶片ですが何に使うのか。これなんかなかったっけ。失われた宝箱の一部を見つけて、あとこれが謎。最初のピースを金庫の中に置き、番号も変更し、2番目のピースをその中に置いた。あ、書いてあるわ。倉庫にあるリモコンを使用して秘密の扉を開ける。でもこのイシスクリスタルが、秘密の地下室のチェストの中に死者の探検を隠す。地下に行かないと、その探検が手に入んないんだよな。よっぽど父の、あの部屋だと思うけど。ちょっと行ってみるか。父の部屋もうちょっと詳しく調べよう。あとあれを、もう一回、いやいや、もう一回じゃない。ナンバーをやんなきゃいけない。ナンバーというか。あ、ちょっと待って。シークレットドア。急に来たよ。あ、じゃあ、ここに探検があるのか。ここだ。儀式をした場所は。母ちゃんが、母ちゃんぬが生き返った場所。My God.歩き方がそろりそろりだ。父ちゃんぬはどこ行ったんだろうな。どっか行っちゃったかもしれん。あ、いる？そして見る。ああ、父ちゃんぬが母ちゃんぬにやられて完全に死んでる。父の死、さらに絶望。
あ、なんか宝箱あるわ、そこに。あ、開いちゃったよ。来たか、母ちゃんぬが。ロッカーだ。I have to hide. さあ、左の方かな？来るとしたら。いいね、追われもステルスもちゃんとあって。あれ来ねえぞ。あ、来た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 。あれ、ちょっと待って、体透明だぞ。どういうこと？腕と顔しかねえ。足と上半身半分がねえ。タガーチェスト、すべてのピースを入れる必要がある。ライブラリキー、図書館だ。まあ、これ間に合う？間に合わないんだ。これは大変。まあ、図書館の鍵を手に入れたので、これはラッキーと考えるべきでしょう。よいしょ、上に上がろう。あ、でも、あ、早え。どっかに隠れれるか。これか。なんか母ちゃん変わった？なんか知らんけど、最初からあんな姿だったっけ？いなくなった。おお、くるりんくるりん。図書館行こう。図書館の鍵、あれ使えねえ。なるほど、下か。いる？こっちかな。ソファーあるわ。図書館まで遠いな。リッカーみたいな動きしてたよ。これは？この壺は非常に古く、バビロニア文明や、メソポタミア文明の時代まで遡り、願いを叶える力があると言われていますが、その副作用は人によっては危険であると想像される人もいるかもしれません。死者が見えるとか、死者を呼ぶ声が聞こえるとか、奇妙な形で亡くなった人もいるとか。邪悪な存在を排除する方法。邪悪な存在を人体から浄化するという問題は非常に難しく、人によっては信仰が異なり、読まれる呪文によっても状況が異なりますが、死者の書で明らかになったもの、アル・アジフとは、聖なる探検を使用するか、特定の賛美歌を使用することでこれらの存在を排除できる。天歌歌なんだ。これらの賛美歌には時間と学習が必要。またあなたは見つけられるかもしれない他の手段もある。相互に利益のある。違うんだ。
ユニークな骨董品の傑作、イラクの古美術品販売者の一人から入手しました。これは現存する7つの探検のうちの一つ。古美術品販売者はこの探検の価値を知らないと思います。今回は用心をして隠しました。探検は箱の中に入れて、私が願いの瓶を取ったようにナディーンが探検を取らないように破片を散りばった場所に置きました。ナディーンっていうのはお母さんだよね。はあ。ああ、そういうことね。指で1万なんだ。で、940。3000が、あれね。ってことは3000だ。3009が9個あったな。3900いくつかみたいな。で、0か。わかったわかったわかった。I can now decode and find out the password for the safe. なるほどな。ちょっと一旦さ、セーブさしグレイ。こっちは？これ何？簡単すぎてびっくり。ホルスの目。やったー。これ4つ必要なんだよね。わお。シッツ。シッツ。急げーい。ちょっとセーブ。セーブしたいので、向こうまで走ります。一旦ね。これで。よいしょ。いいじゃない。順調順調。はい。ということで、今回はこの辺で終わりましょうかね。探検を見つけなきゃいけないっていうか、まあ、ピースをあと3つ見つければ探検は出てくると思います。今からね、金庫を開けれるので、そこに何があるのか見つけていきましょう。というわけで今回はこの辺で終わりです。皆さん、良き夜をお過ごしください。